えどうも吉野です。今回ですね、LINE の方から、えー、メッセージいただきましたので回答していきたいと思います。吉、え、野、ー、さんいつもありがとうございます。毎日ブログメルマガ動画も毎日配信できていますと、えー、メルマガ読者さんも100人近くまで増やすことができました。そしてやっとやっと私の30万コンサルを受けようか迷っている人が現れたので。 こういう時はどうしたらいいのかとえ30万を取り返す、それにはどうやどういったやり方があるのかを、えー、提示しました。吉谷さんならどういうふうに、えー、聞いてどういうふうにするのか聞いてみたかったです。えー、ということで、あのー、これはですね、僕、今の、まあ、これはね、どの基準でやるのかによってアプローチが変わります、どの基準で。 うん例えばその売り上げを上げるっていうことであるならば売り上げを上げていくその、ね、あきああの今ですねあのこの鹿,児島鹿児島のワンデーセミナーを昨日やってたんですけどそのワンデーセミナーであやさんにもちょっとお伝えしたんですけどこれはですね基準によってね伝え,伝え方がすげえ変わるんですよ。うん、例えばその自分の30万のコンサルを売りたいと。売りたい イコール売り上げを上げたいという気持,ち気持ちで案内するのかそれとも、えー、その目の前のお客さんを、えー、の人生を変えたいとかね、えー、うん救いたいとか、まあ、ちょっとねセミナーでそれはお話ししたんですけどど,どの気持ちでいくかですね売り上げを上げたいという気持ちでいくのか、えー、救いたいという気持ちでクロージングするのかによってクロージングの仕方が変わります。うん まあその結論その売るっていう行為には変わらないんですけどもどういう心構えでやるのかによって変わってきますで今僕の場合はえどちらかというとハイブリッドですねハイブリッドまあその売り上げも僕ね上げていかないコンテンツ販売してますから売り上げも上げていかない部分もあるんですけど別に売り上げが上がらなくても他の商品を売れば売り上げは作れるんで別にこの人に売る必要はないんですよ 要はこの人が、えー、30万円がきつい金銭的にきついっていことだったら別に売らなくてフロント商品他の商品を売って他の人からいただければいいので、うん、だからまあ、えー、もちろんここで売れれば売り上げも上がりますけれども、うん、ここで売れなかったとしても、うん、別に OK とただヒアリングしてる中であこの人はあの絶対売った方がいいなと思う人に関しては、えー、すごくプッシュしますでなんでプッシュするかっていうと、まあ、僕のお客さんっていうのは あのまあ、6月もね鹿児島合宿で300万ぐらい情報商材買ってぐるぐる回って借金っていう人が来るんですけども結局僕の商品を売らなく僕が商品売らなかったとしてもお客さんっていうのは他の商品買うんですよ。でその他の商品っていうのが今ネットビジネス系だとちょっと微妙な商品が多すぎてまあ、結局。 そのなんか煽るだけ煽られて、えー、買って、えー、結局ダメっていうことで借金を募ったりとかカードローンですかねリボ払いとかして買ってで借金どんどんへ増えていくみたいな人が多いんでだったらそれを買う前に僕の商品を買ってもらってでちゃんと学んでもらった方がいいだろうっていうところであのプッシュしますね、うん、これはねどういう気持ちでこの人を多分まあ質問内容をいただく 質問内容を見ると自分視点なのか相手視点なのかって話なんですね。ちょっとさっきの例を分かりやすく例えると自分視点なのか相手視点なのか自分視点なのか相手視点なのか多分このメールの文章だと自分視点ですね30万が売れそうですみたいな自分視点ですよね30万が売れそうですっていう自分視点ですよね。相手視点で考えた場合 あのー、ちょっとアプローチが変わってくるというか,、うん、だからこれはねもうちょっとねこれはねちょっと動画だけではちょっとご説明しづらい部分がありまして、まあ、セミナーでねセミナーとか今回の鹿児島でもこれはお話ししたんですけどこれは動画だけではちょっとお伝えしづらいかなっていう講義をちゃんとやらないとちょっと難しいかなっていうところなんですけどうんそうですね。 なんかかい,いのあるかなうん要はですよ本質を言うならば本質を言うならば別にお金じゃないんですよ。もう一度言いますねお金じゃないですよ。お金じゃないです,お金,いですお金じゃないっていうどういうことかっていうと例えばですよ、えー、じゃあこれが分かりやすい例え話にするならば、えー、じゃあねー レクサスレクサスの新車が新車が30万円で買えますよってさったら安いじゃないですかあとは、えー、タワーマンション、えー、マンション1戸建て1戸建てが1戸建ての本当にちゃんとした新築でなんだあのー、なんかそのタマホームかわかんないですけどタマホームの 100, 年しゅ 100, 100周年記念で、えー、30万円で売りますみたいなめっちゃ安いじゃないですか一軒家が30万ってったら。 だからこれは目の前のお金お客さんは多分高いと思ってるんですよ高いと思ってるんですねうんだけどそれをどこと比較対象するかによって安くなるんですよもう一度言いますねどこと比較対象するかによって30万円が安くなるんですだから先ほどもじゃ家と30万円を比較対象したらめちゃくちゃ安くなるんです じゃあレクサスとかベンツとかフェラじゃフェラーリが30万円で買いますって言ったらクソ安くなるんですよ。どこを比較対象にするかによって値段の価値っていうのをか捉え方っていうのは変わるんでこの人がその30万円がね即、えー、決が多分できてないっていうことは多分30であと説明でその30万円を取り返すためにどうすればいいのかっていうのをご説明してるっていうことはその30万円を払うのにその。 自分の未来が変わわる可能性を感じてないわけですよだから、えー、僕だったらあのこういう案内をしますね。うん、要はあの確かに目の前の30万円は高いかもしれないです,で高いですよと、うん。だけどこれから人生が変わっていく上でじゃあこのじゃあと何年生きるかわからないです。私たちは何年生きるかわからないです。明日死ぬかもしれないし、まあ、平均寿命だったら80歳まで。 日本人はね平均寿命80歳まで生きてるわけですからあと30年40年生きるかもしれないんですでその過程でいくら使いますかとお金はいくら使いますかとまあ食事代いくら使いますかと例えば月々食費が、えー、3万円だとしたらまあ1年であるしって話で、うん、1年で30万ですかね だから、うん、お金をこのスパンでどれぐらい30万円というのを使ってじゃあその30万円をこの生きている中で使う絶対使うじゃないですか絶対使いますよね30万円というお金をで30万円というお金を使ってじゃあそのあと人生好転するのかって話で大体の人っていうのは30万円というお金は絶対使うんですよ生きてたら生きてたら100%使いますよねだけどその30万を使ったとしても人生変わらないんですよ ただお金を消費して必要な分だけお金を使ってで、えー、必要な分だけ稼いで必要な分だけ使って必要な分だけ稼いで必要な分だけ使ってっていうのを繰り返して何も変わらないんですよ。でこれが普通の人生です。ね。でこれが普通の人の考え方なんですよ。 要は給料をもらってその数ある給料の例えば手取り20万とか25万の数あるお金の中から自分が使える分だけこういうふうにやってやりくりしてまた稼いでまたやりくりしてちょっと貯金してまたやりくりしてちょっと使ってっていう人生を繰り返していくわけですよでもこれって変わりますかって話なんですね30万円使ってるんですよその過程で30万円はその過程で使ってるんですけどその使い方だと変わらないですよね だったらあのそのなんかお金の使い方の教育とか考え方をちょっと変えてあげるような案内の仕方ですよね。 でどうしますかこのままこのまま、えー、30万生きてたら絶対使うと思いますけどその30万使って別に私に払わなくても JR さんに払うだろうし飛行機乗ったら、えー、アナとかね JAL さんに払うだろうしあとなんか,かあの飲食店行ったらまあガスト行ったらガストさんにお金払うだろうしあの居酒屋行ったら居酒屋にお金払うだろうし僕私に30万円を払わなかったとしても今後30万円を絶対払うんです、どっかで。 でもそういったお店とかそういったものにお金を払って人生は変わりますかと30万をどこて使うんですよだから別に私に使わなかったとしても、えー、この先30万円というお金は使いますでそれを使って人生が変わるのか変わらないのかでも私に30万円払ってもらえれば人生が変わるきっかけはお伝えできますよとじゃ人生がどのように変わるのかっていうのはこういうサービスがあってこういうサポートがあってこういうことをやっていって実際に私もえなんだ 人生が大きく変わりましたでもし私がこのやり方この方法っていうのをマスター習得してなかったら今の人生はないです。でこの技術とか、えー、スキルを習得したことによって今すごく楽しい人生を送ってますというような感じですよね。だからこれはねちょっと教育の部分も含めてまあそのまあ大体そうなんですよ。なんでその30万円が高いかって思うかっていうと。 うんまあ、そういう生活をしてるからな限られたお金の中でやりくりしてちょ,ちょっと貯金して限られた収入の中でまたやりくりして使っていくっていうでもその限られた使えるお金の中でも30万は使うわけですよ将来だからこれはねあの本当教育の部分でもあるかなと思います、うん、だまら別に私に払わなくても別にね私のコンサルに30万払わなくてもあなたは30万円この先払うんですよどこいろんなところに。 えー、電気代水道代家賃、えー、なんだおそれ家賃って大家さんに払ってるだろうしねだから30万払ってるわけじゃないですかいやそれじゃあそれを払って変わるのかっていうこの先っていうような言い方をすることによってどん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 あ確かになと確かになみたいな話なわけじゃないですかまあ事実,事実なんで仕方がないんですけどなそこの考え方を変えてあげて30万円を払うことが、うん、自分にとって 人生を変えるきっかけの大きなこの変換期になるっていうことをこのんだろうなこう自ら考えさせるってことです自ら自ら考えさせるってことが大事ですじゃないとこれを自らお客さんの意思で自ら考えさせるってことができないと押し売りになっちゃうんですよこれがいいよ私のサービスはこれがいいよこんなのある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 よ,あるよだから入ってくださいみたいになっちゃうわけですよじゃなくてその 相相手手にに考ええささせせて、て答えを出させるってことですねで。そうすると相手がでそのささコンサルに入った後ももしそのやり方でコンサルに入ると相手は一応自立した心でこう入るわけじゃないですか自分で考えた上で入ってるわけですから,だからそうするとその後のコンサルもすごくやりやすいっていうただそのベネフィットをし自分のサービスのこんなにをこんな意味を稼がせますとこんな結果出させますこんなになりますってなっちゃうとあの なななんかか結果出るるっって言たたじゃいいでですすみにわけだからこれ相手にちゃんと考えさせて相手にアクションをさせるこの教育プロセスっていうのを踏んだ方がいいんじゃないかなと思います、はい、そうですねはいまあちょっとねあのいろいろとお話しさせていただきましたけど、まあ、そんな感じやった方がいいんじゃないかなと思いますはいということでいただいた質問に対しての回答はこれで終わりたいと思いますありがとうございました